教堂内部屋架采用的是钢骨屋架，将屋架结构露出，以镂空方式减少屋架的厚重感，增加礼拜堂的高长度。台北也有天使，他们守护着上帝的殿堂，也安慰城市孤独的灵魂。穿透历史的不仅是教堂建筑，音乐与神的话语随着锋利的时光串联起古老与现代。哇，这首歌好好听哦，这是什么诗歌啊？哦，这首叫做《祷告良辰》，它是一首19世纪时候的诗歌。那也差不多有100多年的历史哎。对啊，所以我很喜欢用这台古老的风琴弹一些古老的诗歌，因为我相信这些古老的诗歌要用古老的风琴乐器来弹奏，才能呈现出它原来的味道。嗯，就像一栋古老的建筑总是隐藏着一些古老的记忆跟情感，这也就是你在济南所要追寻的东西吧。お兄さん、無事平安であることを祈っております。米軍の参戦によって私たちの生活もさらに苦しくなりました。日本はどうでしょうか。昨日の礼拝で信徒の皆様は涙を流しながら賛美歌を唱和しました。苦難の中でイエス・キリストの恵みと救いが唯一の頼りなのです。またこのような頼りが今の私たちが生きていける唯一の希望であると思います。这里的一砖一瓦仿佛留着前人的记忆。敬愛するお兄さん、無事平安であることを祈っております。私たちは先輩国の国民として台湾を離れます。離れる前に台湾の各地から信徒が台北教会に集まり、皆こぞって神様にお祈りを捧げました。人間の世界は常に変わりますが、神様の愛はとこしえに変わらないことと信じております。神様の愛は硬い土から木が生えてきて、その木がマンゴーの実を結ぶようなのです。这棵芒果树有我小时候的记忆。乃君，这棵芒果给你，这是台北市最甜的芒果。我终于知道接下手中那颗芒果的那个意义是什么了。济南是我们的大家庭，我们一同享受上帝赐予从这片土地所结的果子。我们要不断浇灌，守护这神的家庭，让芒果树的甜美能继续与大家分享。从台北日本基督教会、台北信丁教会、日本基督教台湾教团、台湾基督长老教会总会，到今天的济南教会，这一路走来，许多信徒对神的爱
都以各种丰富的姿态与行动真实地传达出来。这么多前人的努力与丰富见证，像是结实累累的丰美果实，也见证了历史的上帝他那丰富长存的慈爱。我知道父亲的心意是什么了，跟教会许多热心的会友一样，守护这大家庭，并把神的爱也分享出去。